えっと、こんにちは、えっと、LINE プラスの開発産出で、えっと、VIP 関連のアプリーケーションサーバーの開発を担当していると今回のセッションでは、えっと、LINE のグループツアーについて説明したいと思います、えっと、LINE のグループツアーを支えている技術,技術と、えっと、新しく追加される予定の、えっと、機能について説明したいと思います まず簡単に LINE のグループ通話について説明したいと思います。今までの LINE の通話機能は1台1台のみの通話機能だったんですけどこれが今からおよそ6か月前グループ通話機能が搭載することによってグループでも友達と一緒にと通話ができるようになりました。 サービスの名前は、名前に無料っていう単語は入ってないんですけど、無料で提供されます。グループツアーは簡単にこのグループのトークルームで、ツアーボタンを押すと簡単に参加ができるようになっております。これは我々の自慢なんですけど、最大200人まで同時にツアーができるようになっております。これはオーバースタックっていう 考えもあると思うんですけど実際に今でも200人が毎週3回以上行っていることが統計情報で確認されていますこのグループツアーサービスをリリースした後思ったより多くの方が反応を示してくださいました 自分,で自分からこのグループ通話をしている動画や音声をさまざまな SNS にアップして楽しんでいることを我々に伝えてくださいました少し変わった話になるんですけど実はこのグループ通話機能を搭載するおよそ1年ぐらい前なんですけど このグループツアー機能のみ搭載して作った別のアプリがあります。ポップコンバズっていう名前のアプリなんですけどこの簡単にグループツアーができるようなことを目指して作ったアプリです。このアプリは LINE のログインを使って簡単にログインもできるし LINE がなくてもゲストログインで普通に使えることもできるようになっております。 このアプリは簡単にこの URL 形の招待状を送ることで友達と通話ができるようになっておりますこの URL 形なので LINE とか普通にメールとかでも招待状を送ることができるので思ったより多くの方が使っておりましたこのポップコンバージョンも LINE のグループ通話と同じく 200人まで同時に通話することができます多分この200人っていうこのスペックからえっとくじいてるかもしれないんですけど実はこのポップコンバジュっていうこのアプリと,えっとサービスをえっと運営しながら得たえっと経験とノウハウを生かしてそれをそのまま LINE のグループーーにえっにつながってえっとサービスをしています。 まあ少しこの変わった状態なんですけどサウジアラビアで結構人気を持っていますまあほとんど3か月以上ずっと1位とかまあ3位以内にとどまっていてえ結構長い時間の間この上院にランクされていました多分この予測ではこの簡単にこの友達を招待できるっていうこととこの友達を招待できるっていうことと グループツアーに特化していることがこのユーザーさんにメリットがあったと思っています。多分この中東では中東ではこの普通のメッセージよりはこのツアー機能が、えー、この一般的に使われているので、それでこの家族とか一緒にこのグループツアーをしていることが多くなるんじゃないかとこの推測しております。 このグループチュアーに関する記事を説明する前に簡単にこのグループチュアの環境について説明したいと思います。このグループチュアの環境なんですけどこの,この表で確認できるようにほとんどのデバイスとか環境がモバイルデバイスそしてロバイル環境ネットワークを使っていることが確認されます。 これがなぜこのグループツアーに重要なことになるのかなっていうことはえグループツアーは思ったよりこのネットワークがよく使われるこのサービスになるのでこ LINE ではいかにこのモバイルネットワークでこの少ないパケットを使ってえグループツアーを実現するのかが一番重要な課題になっております。 簡単な概要から始めたいと思うんですけどえっとグループツアーっていうサービスを実現するために復元するためには3つの方法があります一番簡単なのはこの右のフルマッシュっていう形なんですけどまあほとんどのクライアントがこのお互い音声をやり取りしながら えー、このグループツアーを実現する方法なんですけどこのような方法になるとすべてのクライアントがすべ、えっと、てのクライアントに、えっと、自分の音声を流したり受けたりする形になります。このような方法になるとこのネットワークもかなり使う形になるし、えっと、この音声を合成するために、えっと、クライアントのリソースも使うようになります。 そして2つ目の方法は1つの,この性能がいいクライアントがこのホスト機能をする形ですそうすることによってホスト以外のクライアントは自分の音声のみ送ることになるし受ける音声もすでに合成された音声を受けることになるのでネットワークは少なく使うし実際リソースも 少ななく使うことになりますでもこのホストを担当するクライアントは他のクライアントよりより多くのネットワークとリソースを使うようになりますそして最後の方法になるのはこのホスト技能を担当しているこのクライアントの代わりにサーバーがその機能を担当する形ですそうすることによってこの クライアントの負担はえっと全てのクライアントの負担は少なく済む形になります。でも、このサーバーがホスト機能を担当することによってサーバーの負担が大きくかかる形になります。LINE ではクライアントの負担を一番減らすためのこの形をしているので一番最後のモデルを採用しております。 このグループチュアーも基本的に LINE と同じく世界中にサービスを展開しております。LINE と同じくこの各地のサービス、最適化したサービスを提供するためにさまざまなところにサーバーのクラスターを展開してサービスを行っています。 基本的な、一般的なサービスでは特に問題ないんですけど、グラバルにこのサービスを展開するためには少し向上を見直す必要がありました。それで一応簡単にこの LINE のグループチュー,ーの向上を説明したいと思います。この LINE のグループチュー,ーは基本的に大きく分けて、アプリケーションレイヤーとボイスレイヤーに分けます。アプリケーーションレイヤーは LINE と同じく基本的なこのサービスに関する情報やえっとボイスレイヤーにつながる情報をえっと渡すためのレイヤーになりますそしてえっとボイスレイヤーなんですけどこれも基本的にえこれも2つに分けることができます最初のものはえっとフロントエンドレイヤーといってえっと実際クライアントと直接つながっていてえっと音声をえっとネットワークを通じて 転そしてこのミックスレイヤーになり,なりますミックスレイヤーがあるんですけどこれはえっとフロントレイヤーと LINE の専用ネットワークを通じて連動して音声を構成することを担当しているレイヤーになりますこのようにレイヤーを開けることがえっといかに必要なことなのかっていうことは後で説明します さっき話したえっり、グラバルにこのサービスを展開することがこのレイヤーに分けることとどのようにつながるのかは、基本的にこの全てのユーザーが同じ場所にある場合は特に問題にはならないんです。全てのクライアントが同じフロントエンドレイヤーとつながって、1つのミックスサーバーと連動して、 サービスを提供することになるんですけどもし離れて場所であるいる人が一緒にグループツアーをすることになるとそれぞれ場所に一番近いフロントエンドレイヤーと接続してその音声を構成するためにミックスアワー,ーレイヤーとつながることになるんですけど実際このフロントエンドレイヤーとミックスアワー,ーレイヤーは LINE の専用のネットワークを通じて連動しているのでお互い大きく離れていてもインターネットでも遅くなっても実際この LINE の専用ネットワークを通じるので実際マまずで同じ場所にあるようにグループツアーができるようになっております。 そして基本的にはツアーに関するこの音声の品質を高めるためのいろんな努力をしております。一番簡単に基本的な問題は2つぐらいあるんですけどノイズ問題とこのエコー問題です。エコー問題は自分の音声が相手のスピーカーを通してまた聞こえてくるいわゆるルーピング現象ですよね。 どのような現象が起こるのを避ける処理をしております。そしてえっとノイズこれはまあ皆さんもわかると思うんですけど周りの雑音とかがえっとよく聞こえて自分の音声がよく聞こえなくなるっていう問題です。このえっとまあ見れば簡単に見えるこの2つの問題はえっと実実は結構複雑な問題に発展します。 それはこのモバイル環境っていう特殊なこの環境からえっと問題が始まります。この表でえっと確認できると思うんですけど、これがえっと今この LINE で提供されているこのグループツアーを利用しているデバイスの数と占有率を表示しているものなんです。このような多く のの種類のこのデバイスがデバイスを使ってグループツアーをやっているんですけどこのさっき話したこのノイズの問題とかエコの問題はさまざまなデバイスによってこの傾向が違ったりこの速度が違ったりいろんなセッティングが違う必要があります。それで えー、さまざまなデバイスに、えー、と的確した、えー、とセッティングをするために LINE では、えー、テストを行ってその一番最適化な、えー、とセッティングを探す努力をしています LINE ではこの国際標準に基づいた、えー、とテスト環境を、えー、と備えていますさらにこのモバイル環境っていうものは、えー、と人がスマホを使って、えー、と実際 話していることにつながるので、えっとそれと同じようなシミュレーターをえっと用意してテストを行っています。それとさっきこの表示したようにえっといろんなデバイスをテストしながらこの一番最適かなセッティングを探しています。さらにこのこの正常会社と協力しながら出資 する前のデバイスを入入したり、えっと、出資した後でもこのデバイスの、まあ、ソフトウェアをアップデートする前に、えっと、いろんな問題が発見したらそれを一緒に解決してそれを、えっと、セッティングに反映する作業を行っています最後に、えっと、新しく追加される予定の技術について説明します 多分まあよ予測したと思うんですけど今までは音声のみのグループツアーを提供していましたけどえっと映像の、えっと、グループツアーも提供する予定です、まあ、少し無理かもしれないんですけどこれも最大200人まで参加ができるように計、えっと、画しております こちらに表示されているんですけど実際画面に表示されるのは4人か10人ぐらいまで表示される予定ですこ。これまだこの企画段階なんですけどこのようにこのいろんなサイズの映像を一緒に表示してそれを構成することによってモバイル環境に最適化した UI を作ることを目指しています。 このようにこのいろんなサイズの,この映像を一緒に表示することがどのように可能なのかということはそれもこのモバイル環境に適応するためにこのサーバーで一部の作業を行ってモバイル,にモバイル環境にこの最適化したサイズのものを送るようにしております。 もう少しこ技術的な部分を説明するとこの,この3つのサイズの映像のをそれぞれエンコーディングして送ることになると非常に多くこのクライアントのリソースも使うしネットワークも使うようになりますそれを少し改善するためにこの最初にエンコーディングする段階からえと3つの,この画質このサイズに適応 可能なものにエンンコーディングをしておりますこのようにすることがさっき話した個別にエンコーディングすることとどのように違うのかっていうことはこのようにこの3つのサイズに1つにまとめてエンコーディングすることは1つの大きなサイズをエンコーディングすることと比べてリソース的にもこのネットワークの このトラピック的にも10%くらいしかもっと使わなくて済む形になりますこのように作られた映像をサーバーが受けてそれぞれ必要って知っているこのクライアントにこの必要って知っているこのサイズに変換して送ることになりますそれぞれこのクライアントが求めているこの映像のサイズとか この数とかが違ってくるのでそれをサーバーからえっと処理してこの送ることになりますこのことによってさっきこの画面に見たようにいろんなサイズのものを一緒に表示してこの音声え映像グループツアーを提供することができますまあ少し早いんですけど これで説明を終わらせたいと思いますありがとうございました何か質問になりましたら えっと、セキュリティ的な問題なんですけどメッセージとかボイスチャートが入った時に、はい、サーバーに集中することによって、はい、もしサーバーが乗ったら乗ったられた時の、えっと、セキュリティの対策とかは今の LINE では E2E っていって,言ってこのエンドポイントの,このセキュリティ機能を提供しているんですけど実際にこのグループツアーになると まあ、サーバーで構成する必要があるので、えー、ある程度この転送の段階ではこのこの暗号化してるんですけど最終的にこの,この音声を構成する時には、まあ、どうしてもこの一応解く必要がありますねそれで一応今の段階ではこのサーバーでは一応暗号を解け,解けて、えー、また構成して送ることになっておりますでも、えー、一応 このイーツイと同じように、えっとクライアントのみわくるようにこのエンコーディングをすることを一応研究しております。ありがとうございます。 特になかったらえっとこれで終わらせたいと思います。ありがとうございました。